臨死体験で知った宇宙の仕組み。死んで生き返った人がいます。4つの彗星を発見した彗星探索家の木内鶴彦さんです。 NHK でも取り上げられたジャーナリストの立花隆さんの著書臨死体験にも登場し、立花さんにあなたのは臨死体験ではなく死亡体験だと言われた特異な体験の経験者です。木内さんは22歳、自衛隊勤務時に心臓呼吸脳波が完全に停止し、死亡確認されたものの30分後に蘇生。医師のカルテに死後蘇生と死んだことが公式に記録された唯一の人であり、非常に稀なケースとして学会発表もされたそうです。その後さらに2回の臨死体験があり、臨死体験の本も多数出版されています。3回も臨死体験っていわば臨死体験のプロです。今回は木内さんが臨死体験中に垣間見た宇宙の仕組み、真理、そして人は死ぬとどうなるのか、その秘密に迫ります。最後まで見るとあなたの抱えている悩みが小さく見えてきて心が晴れやかに軽くなりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。1回目の臨死体験は木内さんが22歳の時、航空自衛隊勤務中に猛烈な腹痛から病院に運ばれました。脱水症状も起こり、72キロあった体重が翌日には42キロまで落ちたそうです。際限なく続く痛みに意識も途切れ途切れとなり、やがては痛みを感じる感覚が麻痺し、目も見えなくなりました。しかしそんな時でも聴覚だけははっきりしていて、廊下で両親に病状を伝える医師の声も耳元で話しているように明確に聞こえたそうです。医師の声は腸閉塞を起こしていることは確かですが、これまでに例のないケースです。持って1週間の命ですと告げていた。その後まるで走馬灯のように現在から過去に向かって少しずつ記憶が蘇ってきたそうです。あの時こうすればよかった、これもしたかった、あれもしたかったと後悔の念が湧き上がってきたそうです。そして余命宣告された1週間目の朝、枕元のナースコールを手探りで探していると、気づいたお母さんが手に握らせてくれました。その時です。ドックンドックンドックンと脈打っていた心臓が止まる瞬間がはっきり分かったそうです。呼吸も止まった。木内さんの死亡が正式に確認された瞬間です。しかし意識だけは変わらずそこにあったんだそうです。意識が肉体を離れたせいか痛みも苦しみもなくなっていた。お母さんは慌ててナースセンターに走っていき、お父さんは呆然とした様子で木内さんを見つめていた。木内さんは俺は大丈夫だよと何度伝えてもお父さんは反応しません。そしてお父さんに近づこうとしたら、なんと木内さんはお父さんの体の中に入り込み、今度はお父さんの体を通して自分を見ていたそうです。びっくりして慌ててお父さんの体から抜け出したら、お母さんが呼びに行った看護師さんたちが病室に駆け込んできた。でもお母さんがいないと気づき、どこに行ったんだろうと思った瞬間、今度は病院の玄関の公衆電話をかけているお母さんの横にワープしていたそうです。電話は当時普及し始めたばかりのプッシュホンだったために、電話番号をうまく押せず何度も震える指でかけ直しているお母さんが見えた。今度はお兄さんを思い出したら、病院に向かって車を走らせているお兄さんの体の中にワープしました。肉体を脱いで意識だけの存在になると、空間や時間の制約を受けずに自由自在に思った時に思ったところへ行けるようです。だとしたら過去に行くこともできるかもしれない。そう考えた木内さんはずっと疑問に思っていた過去、6歳の夏に思いを馳せました。ゴロゴロした岩場のある千曲川の川べりを歩いている時、危ないという声が聞こえたので見ると、お姉さんの足場の岩が転げ落ちそうになっていたので、木内さんは慌ててお姉さんの背中を押した。しかしお姉さんは突き飛ばされて足の爪を剥がしてしまうほどの怪我をしてしまったんです。
それを見ていたお兄さんは木内さんがふざけてお姉さんをしたように見えて木内さんを叱ったそうです。木内さんは危ないという声がしたからお姉さんを助けようとして押したと伝えても、お兄さんは誰もいなかったしそんな声はしていないと信じてくれなかったそうです。でも木内さんは確かに危ないという声がしたんだとずっと悔しい思いを引きずっていたので、臨死体験中にその6歳の夏に思いを馳せてみたんです。するとその瞬間、木内さんはあの岩場で6歳の時の幼い自分と姉の姿を上から見下ろしていたそうです。そしてあの岩が転げ落ちそうになっています。それで危ないと思わず叫んでしまったそうです。そう、6歳の夏に聞こえた危ないという声の主はなんと臨死体験中の未来の自分だったんです。意識だけの存在になると時空の制約が消える。であれば過去に行けるなら未来にも行けるかもしれない。木内さんは自分の未来に思いを馳せてみました。すると30畳ほどの広間で若者たちに講演をしている中年男性の姿が見えたそうです。その男性は天体の話、地球環境の大切さを訴えていた。顔を見ると年を取った自分でした。未来の自分がいるということは、自分は生きて戻ることができるのかもと臨死体験中に希望を抱いたそうです。心臓が止まって30分後、奇跡的に息を吹き返してこの世界に戻ってきたわけですが、この臨死体験から18年経った1994年の10月のこと、木内さんは将来世代フォーラムというイベントに呼ばれて高野山の正常心院の30畳ほどの広間に通された時です。そこには臨死体験中に見た掛け軸があり、臨死体験中に見た風景とぴったりと重なったそうです。この時臨死体験で見てきたことが真実だったと確信したそうです。一度死んでまたこの世界に戻ってこれた時、木内さんが真っ先に感じたことは何か、今度死ぬ時は絶対に後悔したくないということだったそうです。睡眠時間が短かろうが、苦労が多かろうが、お金が儲からなかろうが、本当に自分がやりたいと思えることをしようと思ったそうです。人生の喜びは地位でもなく名誉でもなく、精神的な充実感を味わうこと、そしてこの世界は制限があるからこそ自分の能力を最大限に引き出す必要があり、それこそが面白さであり最大の喜びとなるんだそうです。木内さんが公式に死んでいた時間は30分ほどですが、死後の世界は時間という感覚がないので、臨死体験中に様々な過去未来を見てきたそうです。宇宙の始まりも見てきた。宇宙の始まりは何もない無の世界からビッグバンで生まれたわけではなかったそうです。膨大な意識の海に歪みが生まれたことから渦が起こり、それがこの宇宙の始まりになったそうです。膨大な意識の海、それがなんと自分自身だったんだそうです。そして何の制限もない死後の世界、つまりは意識だけの世界は、全てが自分であるという万能感があり、とても満たされていて、思ったらすぐに実現する自由自在の世界だったそうです。でもそれはとにかく退屈な世界なんだそうです。思い通りにいかない、自由自在にいかず制限がある、でもそれこそが面白さにつながるんだそうです。木内さんは生き返って元気になった後、老人ホームへ行く機会がありました。そこでご老人たちに今まで一番良かったことはと聞いたそうです。するとさあと全然盛り上がらなかったそうです。今度は今までで一番心に残ることは何ですかと聞いてみた。すると皆が皆苦労話を目を輝かせて語り出したそうです。あの時は大変だったと皆が生き生きと語っていた。意識だけの世界は自由自在の世界でした。でもこの世界にわざわざ生まれてくるのは苦労を楽しむためじゃないかって木内さんは思ったそうです。思えばそうですよね。
敵や障害が何一つ現れないスーパーマリオってめちゃめちゃ退屈です。ただ歩いてたらゴールするマリオってやりたいですか？どんなボールを投げても必ず自動的にピンが全部倒れてくれるボーリング場って行きたいですか？どこにスイングしても自動的にホールインワンになっちゃうゴルフに朝早く起きて行きたいですか？僕らは思い通りにいかない現実をどうやって生きていこうかと思い悩めること自体が幸せだったんです。制限がある世界の中でどうやって自分の能力、才能、役割を生きていくかと試行錯誤し行動していくことの中に面白さというのが生まれてくるんです。今この星は様々な問題が山積みしています。大変な時代という見方もできます。でも逆から見たらその問題を一つ一つ乗り越えていく最高に面白い時代とも言えるわけです。幸せだけど退屈な死後の世界から僕らは思い通りにいかない面白いワクワクの世界へ遊びに来たんです。僕らはいずれ死ぬことが保証されています。だから自分でわざわざ死を選ぶことはない。生きているこの間にやりたいことをやりましょう。思い通りにいかないことを思いっきり楽しみましょう。なかなか思い通りにいかないという宇宙の奇跡を楽しみましょう。木内さんは言います。死ぬ瞬間にやったねと死んでくださいねと。最後に死ぬ前にやったねと言って死ねるための翡翠本も2冊紹介させてください。翡翠が泣きながら書いた人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という本と34万部のベストセラーとなった明日死ぬかもよ。今回の木内さんのお話を踏まえて読んでもらえると嬉しいです。というわけで今日もよく頑張ったね。お疲れ様でした。こんな素敵な夜なのに君はどこかで泣いているの。ほんの少しでもいいこの思いが君に届くよ。ここで歌ってるこの世界は素晴らしいと。友達にも紹介してくれたらなお嬉しい。宇宙はとてつもなく素晴らしいことをあなたに起こしてくれます。おめでとう。